早川徳次、早川徳次、早川則次、明治14年、1881年10月15日、昭和17年、1942年11月29日は、東京地下鉄道、あと、帝都高速度交通営団東京地下鉄の創業者である。日本に地下鉄を紹介、導入したことから、日本の地下鉄の父と呼ばれる。 山梨県東八代郡、三代崎村、三代崎村、現在の笛吹市,市一宮町東新居に生まれる。父の常富は、三代崎村の村長を務めた人物で三女四、男がいる。徳次は抜死。母、えひ、えいは、徳次出身の翌年に死去している。長兄の富平は、山梨県会議員を務めた人物で、笛吹川廃河川を開拓したことで知られる。 小松しるべ大らも兄にあたる。旧制高府中学、現在の山梨県立高府第一高等学校を経て、第六高等学校、現在の岡山大学に入学するも、2年の時に病気になり、中退を余儀なくされた。その後、上京して、早稲田大学に入学。父や兄と同じように政治家を志し、在学中に、後藤新平の所生となった。 1908年、明治41年に、早稲田大学を卒業すると、後藤が総裁を務める南満州鉄道、満鉄に入社した。後藤が、定新大臣と鉄道院総裁に就任すると、満鉄を辞職し、鉄道院に入局する。早川は、妻のおじである、も月小太郎から、東武鉄道の二代目社長にもなった同郷の根津、海一郎を紹介される。 早川が鉄道と本格的に関わるようになるのは、郷里の先輩である根津に見出されてからである。根津が株を取得していた、佐野鉄道、現在の東部佐野線は、苦しい経営状態が続いていた。1911年、明治44年根津は、早川の腕を見込んで同社の立て直しを依頼し、赴任することとなり、見事に立て直しに成功した。1912年、 明治45年には、ネズは、沿線開発が進まず予想より、輸送量が低迷したことや、高コスト体質がもとで、赤字経営が続いていた、高野登山鉄道、現在の南海高野線を任せると、この会社も2年半ほどで建て直し、期待に応えた。これらによって、ネズの右腕となり、脱腕を振るった。大正3年、1914年に、 国際事情視察のため、欧州を訪問。そこで、英国のロンドンにおいて、地下鉄が発達しているのを目の当たりにし、また、同国のグラス号ではゆとりを持った乗車、乗車できるの座席数に加えて4人まで、が実際に行われているのに衝撃を受け、これからは、東京にも地下鉄が必要だと考えるようになる。はじめは、公共交通として、 鉄道省や自治体に建設を働きかけたものの、早川の先見性は理解されなかった。東京の軟弱地盤の地下に構造物を建設することについて、技術的、資金的に無理だと判断されたことや、事業として成り立つか、不透明であったことが要因だった。やむを得ず市営での建設を決意し、働きかけるも、同様に理解は、ほとんど得られなかった。数少ない理解者に、 後藤新平や、大隈重信の村和瀬田系の人脈、渋沢栄一がいる。早川は、東京市教両家の地層図を取得し、東京の軟弱な地盤は、地表から210メートルから240メートル程度に、過ぎず、その下には、硬い地層があることを確証する。また、早川は豆を使った、交通量調査を行い、その結果から事業として、十分成り立つことなどを、 説得材料に苦労を重ね少しずつ賛同者を募り投資家や金融機関への粘り強い説得を行う。1919年、大正8年11月17日にはついに、鉄道員から地下鉄道免許を東京軽便地下鉄道として取得。この免許の条文に、東京市が地下鉄を買い取るときには、それを拒めないという文言があったし、大正9年。 1920年8月29日に創立総会が紛糾する場面があったものの、東京地下鉄道株式会社を設立する。社長には工学博士の古市君武,武が就任し、取締役には根津も名を連ね、早川は常務取締役に就いた。大正14年、1925年9月27日に浅草上野の地下鉄工事を開始する。 1924年には野村隆太郎が二大社長となり、早川は専務取締役になっている。1923年、大正12年に発生した関東大震災の影響も受け、建設工事も難工事の連続で何度も事故が起きたりするなどの困難を乗り越え、昭和2年、1927年12月30日に浅草駅から上野駅まで開業させた。 現在の東京メトロ銀座線の同区間である。ようやく開通した浅草駅上野駅間に続き、順次路線延長を進めていく。資金繰りが、決して順調にいかない時でも安全を第一に考え、全校、何年か車両の導入、警戒色を示す車体色、オレンジ色の採用、脱脂式 ATS の導入を行い、 さらに将来の輸送量増加に備え6両編成での運転に対応した設備を整えたり、社員の教育の充実など積極的に推進した。一方で、小林13率いる阪神急行電鉄を手本に、出入り口にビルを建て、その中や地下鉄構内に店舗を配置して、収入を増やしたり、定期権利用の通勤客向けに新聞の有観を、 駅入場時に受け取れるサービスを発案したり、デパートの直近にルートを取り、駅とデパートを直接出入りできるように建設する、代わりにそのデパートから建設費用を出してもらうようにするなど、営業、経理面でも様々な方面で手腕を発揮した。さらに郊外へ伸びる他の鉄道線への乗り入れも視野に入れたりする、新橋から現在の都営浅草線のルートで品川へいたり、 京浜電気鉄道への乗り入れをする考えを持っていた、など、随所に先見性の高さを見せていた。その後、東京地下鉄道は、新橋駅まで延伸した。早川は、職員教育、福利厚生にも力を入れ、1938年、昭和13年4月には、神奈川県津市に研修施設、生地療を開設する。生地療の設計は、 早川と同郷で、甲府中学出身の建築家、内藤太中が務めた。東京地下鉄道は1932年から寝ず、海一郎が三大社長に就任し、1940年には、早川自身が四大社長となる。しかし、昭和15年、1940年12月に、東急の総帥、後藤慶太率いる東京高速鉄道、 銀座線渋谷駅新橋駅間建設との間で経営権や駅の設計、後藤は3両分のプラットフォームを計画していたが、早川は乗客数増加を見込んで6両分のプラットフォームを要求、列車の直通運転に関する争いが勃発する。1939年、昭和14年に後藤は早川と同郷の友人である穴水熊尾から、 東京地下鉄道の株式5万株を譲渡される。当時の鉄道省の思惑、地下鉄の国営化を目論んでいたも絡み、東京地下鉄道と東京高速鉄道の和解の条件として、早川の引退が含まれ、両者の事業は新設された、低都高速度交通営団、営団地下鉄に譲渡されることが決まり、1940年には地下鉄事業を取り上げられる形で、 実業界から去ることとなった。なお、公認の五大社長には、中島熊吉が就任する。その後、故郷の山梨へ帰郷する。早川は郷理における人材育成のため在職中から、早川家の生活内に青年道場を作る計画を立てていた。早川は帰郷すると、青年道場の設立を本格化させ、設計は内藤多中の紹介で、 高島史郎が担った。実際に道場の建設も進んでいたが、完成を見ることなく東京の自宅で死去した。銀座駅の日比谷線中2階メトルプロムナードの中央部に早川の胸像がある。同じ胸像が地下鉄博物館にもある。早川徳寺は自分の娘にいつかきっと東京中が雲の巣のように地下鉄で張り巡らされる日が来るだろうと言っていたという。 早川のその言葉は、現在、現実のものとなっている。荒又広氏の小説、帝都物語には、早川徳次が登場、地下鉄の建設中、トンネルの中に、鬼が出現するため、西村誠が開発した、学ぶ転速、ロボットで駆除してほしいと申し出るというものである。ストーリー自体は架空のものであるが、路面電車の乗客流動調査の際に豆を、 使うという早川が実際に行ったエピソードも挿入されている。映画版では早川を獅子戸城が演じ、エンディングは開業した地下鉄を早川が案内するシーンとなっており、地下鉄博物館で撮影が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。